サティでーす。ショコでーす。ヨシムでーす。シンタコです。4人合わせて元気いっぱい。約1年半ぶり、中身で言うと2年半ぶりの企業物語となっております。久しぶりです。企業物語ね、結構ね、知り合いとかに好評でね、どうなってるか気になってるってね、結構言ってもらってたんだけど、そう気にしてくれてる人結構いて、うん、まあ、仕事で知り合った人とかも、はいはい、また来れると思ってなかった。確かに一番フェードアウトして知ったか、会うのめっちゃ久しぶりだもん。今日本当に偶然、まだちゃんとやってます。一応まだちゃんと続けてます。前回が2020年5月ぐらいで多分終わってると思うんですけど、今2022年10月です。タイムフライス。あんま覚えてないんだけど、あの時はね CBD をやっていたかなと。で EC サイト運営して、なんかその説は買っていただいた方ありがとうございます。CBD やめました。やめた理由は、EC サイトで CBD っていうワードで SEO CBD って検索すると一番上にうちのサイトが出てくるみたいな感じにできたんですけど、売り上げこんなもんかって思ったのと、あとちょっとインフルエンサータイアップでね、商品作ろうとして1年弱ぐらいねやってたんですけど、なんか飛ばれまして、メディアが飛ばれまして、ちょっともういいやってなって、 CBD はね、いつ辞めたっけな、2021年、いや違うな、2020年の10月か9月か8月かそんぐらいに実は辞めております。前回の企業物語から数ヶ月後にはもう辞めちゃってるんだけど、今ねちゃんとまた新しいことやってます。まず何が変わったかっていうと、2020年の11月27日にちゃんと会社登記しております。すごい、法人化しておりますと。 CBD の他に、コンサルもやってたんで、まあ、そっちの方のお金でとりあえず登記しました。会社名は株式会社ランプルーと言います。ロゴがこちら。ホームページも概要欄に貼ってあるんで見てみてください、会社のホームページ。あとあれか、引っ越してはいたか。いや、ここだから最後の動画2人とも前の家よ。あ、マジ。じゃあ引っ越しもします。で、2020年4月に私会社員辞めまして、会社員辞める前に、会社辞めたら審査通らなくなると思って慌てて引っ越しました。ここ家に引っ越しましたっていう動画も上げてるんで、こちらから家賃とかも言ってます、この動画の中で。あとなんだろうな。猫。ああ、猫飼ってます。で、まあまあ会社のことで言うと、まあ何か新しいこと、ちゃんと会社っぽい何かないと、まあ不安なので、今 SaaS 系のサービスをね立ち上げて、まあ、1年ぐらいかけてそのサービスを作ってベータ版を運営しております。2020年から2022年の話に飛んだけど、2021年何かあった？2021年は何にもニュースないんじゃない。2021年はとにかくキャッシュを作って SaaS ツールの方に投資してたっていう感じかな。開発に1年半ぐらいかかってる。そうだね。10月が決算なので、2020年10月から2021年10月までで会社の1期目が終わって、まあ、そこの1年の結果はだいたいプラス400万円弱ぐらいで黒字で終わりました。1年目で黒字って結構すごい。素晴らしい。しかも400万も400万。で、その SaaS ツールっていうのは勝ち筋っていうツールで、ロゴがこちら。かっこいい、かっこいい。まあ、詳しくはね概要欄に貼ってあるんで、まあ、見てもらいたいんですけど、どういうやつかというと、まあ、翔吾さんにじゃあ説明していただこうかしら。投げたね。ちゃんと分かりやすくね、相手がビジネスマンだと思わないで分かりやすく説明して。翔吾さんちょっとそこの部分の能力必要なんじゃないかなと僕思ってますんで。ちょっとバカが分かんねえこと分かんねえんだよな。ですね、 B2B って企業対企業で営業するっていうことをね、まあ、会社だとあるんですけども、その中で広告を出してる企業さんだけに営業したいっていう会社が結構世の中いますと。で、そういう企業さんのリスト一覧みたいのを一瞬で作れますよっていうサービスを作りました。広告を出してるって何ですか？え？わかんない人いるから、本当に。本当に言ってる？いや、本当に言ってる。あなたはこのもう IT 畑でずっと育ったからそうですけど、その目線までわかるんだったらまた一皮向けると思います。失礼しました。広告って何ですか？広告って何ですか？皆さんテレビ CM とかねよく見ると思うんですけど、それが世の中ウェブ広告というものがございまして、日々ね皆さん何か買おうと思ってサイトに行ったら後で同じような商品がまた広告が出てきたみたいなことあると思うんですけども、前は全部デジタルの広告ですと。で、そういう
広告を出してる企業、出してない企業さんっていうのは結構いて、まあ日本のねデジタル化遅れてるんで、デジタル広告やってるとこたくさんあるんですけども、その中でデジタルの広告やってる企業さんだけのリストが作れますよっていうサービスになっております。例えばこの YouTube を見るときも、今広告が流れたと思うんだけど、これが広告を出してる、そのリストが出せるっていうことは、あの広告を出してるってことは売りたいサービスとか、その広告に出す予算があるってことなんで、まあ営業に行きやすくなるよってっていう感じのツールをね運営してて、ね、俺思ったんよ最近、なんか硬いことしてんな俺なんかあれ俺気づいたらめっちゃ硬いことしてるって思ったんだけど、硬いことしてますでヨシムは動画に急に出るようになったんですけど、ヨシムもね、あの今メンバーとしてね、はい、一緒にやってくれてました。ヨシムね、実はねめっちゃ仕事できるやつで、300人ぐらいいた会社のね副代表だったんですよ、もともと数ヶ月前までね辞めたけど、ね、まだそこと仲いいからまだ一緒に仕事することあるんだけど、仕事できるんですよこの人。こんな喋れないのに、なんかどうカメラの前だと、でも営業だとビーめっちゃ全然聞き取れない。そう、聞き取れない、ダメじゃん。で、新宅はまだ生き残っておりました。ありがとうありがとう、痛いてくれて、その前の動画にも新宅は出てた、出てる、ずっと出てる。新宅はね、あの会うのめっちゃ久しぶりです、今日、まあ、なんで今この集まってるかというと、まあ今10月ということでね、2期目が終わって3期目に今月から入るわけですね。会社3年目まあ今日はね3期目の決起会ってことでね、みんなでこの後ね美味しい焼肉食べ行こうってなって集まっております。さっき1期目の決起会言ったんだけど、1期目プラス400万だって言ったんだけど、まあ、2期目、まあ、こちらのツールの開発とかもねして、そっちの方に投資してるんで、2期目はなんと約マイナス700万たくさんお金をかけて作ってるいいツールですで、俺新しいことにもチャレンジしまして、あの9月の末、まあ、先月銀行融資ってものをね受けました。1000万円融資受けてます。難しかったよ難しかった、借りるの。あと今月からね社員が1人入ります。正社員、正社員、ちょっと出てる時あるよね、一瞬何かで一瞬出てるから、ベイちゃん、その勝ち筋はそのベイちゃんが作ってくれてるんだけど、もうずっとね業務委託でやってくれたんですよ。今月から正社員ということで、ベイちゃーんウェルカーンそれもネットで社員入れ方で調べていろいろやってます。難しい、労災保険とかさ、中学生みたいな経験。いやそう、俺いや俺会社もそうだよ、ネットで会社建て方って調べて出てきたの、上から順番になぞってやりに行ってなんか資料戻されてみたいな。その時ちょうどコロナでさ、その役所もなんか対応がちょっとイレギュラーな対応だったから、ちょっとめっちゃやりにくかったんだけど、なんとかやりましたね。そんなもん、そんなもんか、そんなもんがこの2年半の話です。まああとマイナス700万だったけど、もう今月は黒点してるんで、あとは、うん、伸ばしていく、伸ばしていくっていう感じで、じゃあ3期目の目標売上いくらでしたっけ。あらりで5000万。うん、あらり5000万だね。あらりっていうのはここに説明しても、ここに説明またその来年になったタイミングで、その収支を決まって、またこう取るってなった時あるじゃん、うん、なんちゃ俺らこの辺宝石まみれになってもう買ってまんなドフラミンゴみたいな服着てくれまあそのうち、これ会社大きいかと、俺バチェラーに出る可能性ありますからね。出てほしい、ね、あの史上最低のバチェラーっていうことで以上かな、うん、近況報告でした。ちょっと企業物語サボっておりましたね。今初めて見た人はちょっと企業物語って1話から見てってもらうとね、面白いとか、こういう風にやってくんだみたいなのが分かるかなと、うん、じゃあこれからみんなで3期決起会の焼肉に行きましょう。で、ま、焼肉の様子もちょっと、じゃあこのエンディングの後焼肉の様子じゃあね。あ、俺あれやりたいの、ヤマダハウス最近見てるから、はい、バイバイヤマダハウスとか、俺で俺が一人でハマってたっけ、わかんない ということで、札幌に今が17時なんですけど、11時半からねミーティングが、ヨシムが仕事のミーティングが入っているので、ちょっと急いで来たんで、動画撮れずに札幌まで着いちゃいました。すみません。いや、気楽です。キラキラ笑いながら決めたよね。ここもお決まりのお店になっちゃうじゃないですか、気楽が。定番で。定番に。今日は肉食って、
行きましょう。今から美味しい肉が届くんですけど、その前にお酒飲みました。右手にグラスをお持ちください。ちょっと暗いけど。ということで、株式会社ランプル3期目頑張りましょう。乾杯。デレレレーン、来ました。いいお肉たちです。やばい、くすうまそう、くすうまそう。でも、くすうまそう。ずっと待ってされてた。ずっと待ってしました、こう並ぶまで。お店で怪訝な顔されてました。レモン取っていいですか。レモンいっちゃってください。焼かせていただきます。こちらスーパーなんとかタンです。ネギ、シガバーがついてる。スーパー高いタンです。スーパー高いタンです。この一皿4000円ぜひ気楽に来てください。いきます。あの、刹那だからこれ焼いた時。新作からいくよ。片面だけですよね。いくよ。ウイッウイッ。刹那や。待って、新宅そういうボケするの。新宅ってそういうボケする。刹那。めっちゃうまそう。いけ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 。ビビンバ欲しいやつやけど。はい。やばい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 。すげえうまそう。うまそうすぎる。はい、見ちゃってください。これをレモンにつけて。レモンにつけて。つけて。すごい声出た。すごい声出た。早い。焦点してるやん。辛い。じゃあ、吉見いきます。お願いします。ありがとうございます。うん、うまっ。薄切りなのにすげえ厚切りやん。射精しそう。射精しそう。コメントしてもらえない。柔らかい気持ちで最高。じゃあ山田ハウス。キャビアと金粉と五階城。うわうひゃうわ、これ食うときこのテンションで食いたくね。動画用とか言う。これしっぽり食べて、これキャッハーって言いながら口入れたくね。一人目これやだ。一人目これがやだ。キャッハーこれやばい、これハードル爆上げされてる。味わって食いたいわ。キャッハーって食いたくないだろ。キャッハーはやってんの。動画回しちゃダメだよ。あ、もこみソルトバイ、えぐい。いただきます。すげえ静かに食ってる。キャッターは、うん、柔らかい気持ちうまい。